じゃあ最後の歌にしたいと思います。いや本当にありがとうございました。いや結構何種類で出るのも何も久しぶりで、多分去年の7月以来ですかね、多分ずっとそれまでなんか毎月マンスリーライブっていうわけではないんですけど、あの毎月毎月なんかうだうだ決まってって出てたんですけど、ツーマンだったの12月。あ、そうですか、忘れてました。なんかやってましたね。やってましたけど、やりましたね一回。あ、そうそうそう、やりました。あれ12月でしたっけ。12月か11月か。そんな久しぶりではないですよね。11月の後半、23度。よく覚えてました。あれ確かそうだった気がします。今年もよろしくお願いします。僕の、音源も ありますんで、スタジオテンダーで撮ってもらいました。スタジオテンダーのでレコーディング第1号僕ですんで、ね、イエーイ。その後どれだけの人が録音したかちょっと分かんないですけど、いろんな人がしてるはずですんで、ね、その第1号が僕ですんで、ね、記念すべき。そんな歌とは全然関係ないんですけど、リツコという歌を最後に、僕が鮭工場で一緒に働いていた、ばあさんの、大好きだったばあさんの歌です。今日本当にありがとうございました。一番手の塩崎くんとは、もう結構前から仲良くしてもらってて、今年の夏に、去年の夏に一緒に稲川淳二の階段を見に行って以来に二人でね、コロナ禍真っ只中でしたけど、超満員の結構でかいホールでしたけど、二人で稲川淳二の階段を雨の中見に行きました、ね。塩崎君の CD を持ってます。で、二番手、三尾さんの CD も僕持ってます。よかった。まだ持っていない方は二人の CD も買って2人といけたらと。いいっすよ、2人とも CD すごいね、家でよく聴いてます。本当です。まあ、ありがとうございました。大好きでした。リツコという歌、その目が僕の心をえぐる。時には子猫のように甘えたくらちな瞳が僕の心をもてあそぶ。深紅のバラのように赤いやっけはきっと情熱のサイン。剣のシワの数だけ男は君に騙され、うーあーリツコに惑わされてリツコに狂わされる。そんな人生も悪くはないね。あーリツコにそそのかされてリツコのために生きる。そんな人生も悪くはないね。今宵その目で僕を殺してくれ。腰に弱いという秘密を僕は知っているのさ。褒めてささやき続けて甘い吐息で包めば君は僕の虜になる。熟したレモンのように黄色いやっけはきっと誘惑のサイン。切った魚の数だけ男は君を
不安ないね。律子にそそのかされて、律子のために生きる、そんな人生も悪くはないね。今宵その目で僕を殺してくれ。ナイスでした。ナイト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 ありがとうございます。イエーイなんかあったかいお客様でね、いつも走れる人にも来ると、今朝ヤフーニュースでプロレスラーのストロング小林さんが81歳で亡くなったっていうね、聞いてすごいショックでしたけど、ね、昭和のプロレスをね、僕は愛してたんで、愛してたんですが、愛してるんでとても寂しかったですけど、まあ、ストロング小林さんは僕は多分生まれる前に活躍されてた方で、僕がこうリアルタイムで見てたストロング小林さんはですね、風雲竹市場、竹市場だ、蜂の巣みたいなところにこう扉がこう開けたら、また扉があってみたいなところにですね、こう挑戦者がこう入ってですね、迷路みたいになってね、それでゴールするんですけど、その中にストロングの小林がいて、途中で捕まったらなんか沼にも取らされるみたいな、なんかそういうなんかやつがあったんですけど、それで出てるストロングの小林は僕はそういうイメージがありますけど、でもその前ね、本当に猪木と激闘を繰り広げてたり、いたりとか、そういうのを僕は掘り起こして見てましたけど、ご冥福を祈りたいと思いますけど、昭和プロレスにですね、ちょっとリスペクトを込めて、曲短いと思います。子供の頃、おばあちゃんの家に行くと、おじさんの部屋に山と積まれた。プロレススーパースター列伝を狂ったように読んでいた俺、ドラム缶をベアハックするハンセン、東洋の神秘グレート歌舞伎、猪木を襲ったタイガージェットシンに千の顔を持つミルマスカラス、最後の方のページに載ってた選手名鑑を何度も何度も読み返し、こいつとこいつならどっちが強い、いろんなことを妄想して一人ワクワクしてた。勉強もしないでプロレスばかりの俺を両親はいつも心配してた。これから俺の息子が何をしたって、俺には何も言えないと今になって思うよ。行けば掃除の時間いつも友達とヒップアタックしてた。それを小出先生にある日見つかって引っ叩かれた。巨人の腹やクロマティよりも仮面のリーダーなんかより、あの頃俺が好きだったのはラッシャー木村やエーゲンハルカやストロング小林や星中志郎。あれから随分時は流れて、忘れていたけど噂で聞いたよ。プロレススーパースター列伝はデタラメな話ばかりだと、それでも俺は信じているんだよ。プロレスラーは本当は強いんですと、 UFC の勝利者インタビューで桜庭和志が言ってた言葉を。
します。